絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる、をレビューします。速報、一般サイコパス誌、タイトルを見ただけでクソを確信する、おぼろげながら浮かんできたんですよ、うんこという字が、というかこのタイトルで面白くなる道筋ってほとんどないんじゃないですかね。ワンチャン面白くなるとして、ダメージを受けない主人公を倒すために頑張る、敵側の話にするくらいですけれども、無双してみるって書いている時点で、その唯一の道筋も塞がれているしで、万人が読む前からゴミって確信するでしょ。それでは裏筋から、開幕からドラゴンブレスによって焼き尽くされ死亡した主人公は、次の瞬間には女神のたわわなおっぱいに顔をうずめた状態で目を覚ましました。おろろ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 何のひねりもなくぶち込んでくるとか超大物ってレベルじゃねえぞこれ。だからキャラの掘り下げなく性を押し出すなとあれほど、もうダメみたいですね。さてなぜ女神のおっぱいに顔をうずめうげーっていたのかというと、ドラゴンブレスを受けた際に、少女をかばっていたからなんだってさ。まあ少女は死んでいて彼は無駄死にだったのですが、その姿を見て彼の中に勇気がムンムン湧いてきていることを見抜いた節穴だろそれ女神は、死すべきではないと言って彼に新しい命と女神の力の一端を与えることにしました。それはすなわち脳ダメージスキル、もはやいかなる攻撃をもってしても、主人公くんにダメージを与えることはできないのだ。この力を使って、何をなすかはあなた次第、世界を一変させることもできるかもね。ほな、また。というわけで目を覚ましました。誰かに起こされたらしくてお前に出したところ、なんてこった、女の子のおっぱいをわしづかむ形になってしまった。ほろろ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 ろ究極うんこかすゴミ作品特有のギャグという名目で設定を崩壊させる逆匠の技やぞ。というわけで女の子たちは主人公くんに回復魔法をかけて去っていきました。ちなみに痛みは感じてたんだってさ。ふーんすごいねよかったねふーん。だがここで街の中に魔物の出現地点的なあれが開いてドラゴンくん登場。あのドラゴンくんは俺を殺したやつ。なんてこった。女神とかドラゴンとかは、俺の夢じゃなかったのか。というわけでドラゴンくんのブレスビーム、街は吹き飛びました。その様子を見てさっきの女の子たちが笑顔で戦闘準備。彼女たちは冒険者なのでドラゴンくんを倒せるんだってさ。すごいね。冒険者、一方主人公くんは夢の通りにドラゴンくんの攻撃を受けて岩がへこむほど叩きつけられ、夢の通りに霊の少女をかばうために動き始めたぞ。それ夢の通りならかばう前に死んでない。さてそんなわけで夢の通りにドラゴンブレス、なんとこれは痛みもなくすべて無効化できたぞ。どうやら体に当たる前に変な光で弾いたんだってさ。じゃあ平手も完全に弾けや。だがここで例の冒険者姉妹が笑顔で登場。激しく攻撃をするがドラゴンくんはノーダメージ。さらに笑顔で貼った防御魔法も楽々突破されたぞ。ところで笑顔は消えました。笑えよ冒険者。しかしここで主人公くんが前に出るぞ。俺には敵の攻撃は効きはしない。一体あなたは何者なの？さっき授けてくれたろ。守りの女神、のご加護ってやつさ。はぁ、ここ意味がわからなさすぎて何回か読み直しましたからね。この戦闘が始まってからここまでの間で、守りの女神、のご加護をもらうような場面は、存在しなかったので、漫画家が原作部分から省いた結果こうなったのかと、邪推してしまいましたが、どうやらここは最初に彼が目覚めた際におっぱいを揉んだ後、回復魔法をかけてもらい、その後去り際に彼女たちが言っていたようです。いやせめてもうちょっと強調するなりわかりやすくするなりやな。というか場面選択自体がめちゃくちゃすぎる。おっぱいもんでカゴもクソもねえだろって感じ。作者の都合で無理やり入れたシーンに作者の都合で無理やり入れた言葉を入れて、結果作者の都合で無理やり入れた決め台詞にするってどういうことやねんと。あと別にそこまで格好良くないし。
人の命がかかっている場面でどうやって生きるな。まあ自分が生きるためなら他人が生きるか死ぬかは考慮しないのがなろうやしな。さてそんなわけでドラゴンくんが追撃の構えをしたところで第1話が終わりましたとさ。という話ですね。ただでさえ面白くなる要素が欠片も見当たらない設定であるのにもかかわらず、無駄なお色気シーンを入れて話のチンポも悪くしてさらに品質を悪化させてもいて、もはやどうしようもないですね。冒険者の謎笑顔とかの描写も意味不明だし、これがあるせいで深刻にやりたいのか茶化してやりたいのかの線引きもずりあやふやになっていて、まさに無駄な上に悪影響しか与えていない描写だと言えますね。感情が壊れていて、自分の生き死にがかかった場面でも笑顔なキャラかと思ったら別にそういうわけでもないし、作者が特に考えもなく無理やり入れた強引な無駄キャラ付けにしか見えませんね。さてあらゆる攻撃をノーダメージにする主人公くんだったが、撤退をすることになり、その際に冒険者ちゃんが先行で目くらましをしました。その際に目にダメージを受けました。だからやめろってそういうの。120% 作者の都合だけでデバフをかけるんじゃない。だが一切ダメージを受けない主人公がわざわざ撤退したことによって、街の城壁の危険が危なくなってしまったぞ。このままでは避難所の人々が、ドラゴンくんに襲われてしまうぞ。邪剣本来なら S ランク冒険者が戦う相手だが、B ランク冒険者である姉妹ちゃんたちが自爆特攻をかけて倒すことにしたぞ。失敗しました。くそ。ドラゴン相手では魔力を練っている時間がないからこれ無理だぞ。練ってから突撃しろ定期。まあなんやかんやあって主人公も駆けつけて盾になるぞ。よし、それじゃあ3分間時間を稼いでね。だから事前に魔力を練ってから突撃しとけよ。ちなみにその際に冒険者の姉の方は、癖になってんだ。男殺して歩くの、を披露し、さらにそのキャラ性を謎にしていました。描写すれば描写するほど謎が深まる謎。ちなみに主人公くんが駆けつけて作戦を練ってお気持ち表明をセリフ20個分くらいしている間、ドラゴンは気配を消して待っていてくれました。空気を読めるドラゴンくんはゴミなろうの特権。まあそんなわけで主人公くんが短期でドラゴンくんとやり合うことになりました。どうやら彼の持つノーダメージのカゴは意識しておかないと発動しないものらしく、一方で意識していなくても発動するようだった。痛みや衝撃を防げるかどうかなんだってさ、その割には女の平手打ちは回復魔法が必要なくらいダメージを受けていましたよね。だが意識して防御したドラゴンくんの踏みつけは無効化できず押さえつけられてしまい、ここで3分経った冒険者ちゃんの一撃がドーン。哀れドラゴンくんは爆発資産、心配して駆け寄ってきた冒険者ちゃんたち。無傷なんてあんた一体何者なの？ただの、学生だ。サム、なんでしょうね。絶望的にセンスがないというか、打ち切り確定のバトル漫画で、言われてそうな中身がないくせに臭みはあるようなセリフというか、そういった、作品としての未熟感がすごいっすね。普通に打ち切り学会レベルな気がします。さてこの世界の魔物というものは100年ほど前に世界に現れた人類の天敵的なあれで、なんか時空の穴的なあれから出てきて破壊の限りを尽くして時間が経つと帰っていくという、なんかそんな感じでありそれに対抗するための存在が冒険者であるということだった。それ冒険者ってカテゴリなんですかね。タイトルに冒険者って入れたかったから、守護者とかじゃなくて冒険者と無理やり呼んでいる感じじゃないんですかね。ところで冒険者姉妹は主人公の家に泊まっていました。ドラゴンの襲撃から数日、町は復興を開始していました。一方で主人公は戦いの後一日寝込んでしまいました。ノーダメージじゃないやん。ところで主人公の力のことを冒険者姉妹が聞いてきたが、女神に授けられた云々は伏せてなんか念じたらできるようになったと言っておいたのだ。なんで、隠す必要性がない気がするのですが、ちなみにギルドの出張職員に、彼の強さは冒険者ランクにして S ランクに相当すると紹介され推薦状をもらうのだった。というわけで冒険者姉妹と一緒に彼女たちの町に行くことにしました。町に着いた際に、ここには初めて来たという話をすると、じゃあ私たちは主人公のいろんな初めてなんですね、と、やたらと距離を詰めてくる姉の方であった。
キャラ付けが露骨で雑くてキモい、というわけで冒険者ギルドまでやってきたのだ。するとなぜかチンピラに絡まれました。これを主人公の能力を使って防御しているとエッチな格好をした女がやってきて、助けてくれました。するとみんなで食事に行くことになりました。食事をしていると、その女の人が誘惑してきました。これにやきもちを焼いた姉妹がわちゃわちゃした後、なんか妹の方の好感度が上がっていたということが判明しました。茶番すぎて辛い、だがここで主人公の町にまた魔物が出てくる兆候があるということでみんなで向かうが、途中の村の様子がおかしかったので調べてみました。すると例のチンピラがいました。なお即座に死にました。その村は魔族という存在に襲われたらしく、これが主人公一行の目の前に現れたのだ。どうやら主人公は神の眷属になっていたようで、全部で7人の眷属がいるという話が神の間で交わされつつ第1巻が終わりました。ワクワクしねえ。なんか純粋に面白くない漫画を久しぶりに読んだ気がします。女キャラの露骨な性的アピールやら好感度が上がってますよ宣言やらを、唐突にそこまでの流れをぶった切って単発で突っ込んでくるので、かなりの不自然さがあるんですよね。作者が入れたかったから入れただけだろかん。ああ、うまいぶってこういうのをやりたかったんだろうなって感じ。キャラが動いていなくて、話だけが動いている感じ。まさに打ち切り漫画がまとう気配であるそれが、ゴリゴリに画面から出ているので、面白さが減って純粋につまらないですね。作者がうまいぶりたいだけ系が一番出ているのが、まさに主人公の能力である、脳ダメージがうんぬんってやつですね。主人公の能力は脳ダメージ化することだ。でも脳ダメージにはならないぞ。だって脳ダメージ化をそのままやってしまうと、戦闘描写が全部無意味になるからな。これを回避するために脳ダメージ化には、条件をつけたぞ。どうだすげえだろ。って感じですね。その狙いはわからないでもないですが、純粋にやり方と描写の仕方が下手くそすぎて意味不明の方が強くなっていますね。本作のやり方というのは、脳ダメージ化は強く意識していないと発動しないぞ。でも別に意識していなくても発動はするぞ。その場合は効果が減少するぞ。効果が減少した場合は体に傷がつかないが痛みや衝撃は伝わるようになるぞ。なおその説明の前に女の平手打ちで傷を含むダメージを受けている描写がある模様。って感じですね。別に能力に制限をつけること自体を否定はしませんが、その制限に則った描写で一貫させていないのが問題ですね。あと根本的な話で、主人公の能力を脳ダメージ化って言っているのは、タイトルにそういう無双ワードを書き、読者を釣りたいからという意図からそうなってしまっているように感じますね。作中で明らかに冒険者の役割ではないことを冒険者って呼んでいることと同様に、作中での各要素の呼び方をナロー的な釣り目的用に無理やり変更した気配が、かなり強いですね。というか多分その通りだと思う次第ですね。最初は別の話だったのを、釣り用に改変した感。そもそもとして本作のタイトルである、絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる、のうち、何一つとして内容と合っていませんからね。完全に釣るためだけのタイトルで、絶対にダメージは受けているし、冒険をするわけじゃないから冒険者でもないし、無双はしていないしそもそも無双できるほど強くないし寝込むほど制限も強いですしで、何一つ合っていないですね。ワンチャンスキルをもらったってところだけは合っていますが、それも主人公自らかごって言い直してしまっているのでやはり合ってはいないですね。本作くらい中途半端にやってガバガバにするくらいならば、タイトル通りに、マジで脳ダメージで無双するとか、意識していないとダメージを全部受けるとか、一方向で統一した方が絶対にマシですね。それでもきつさは残ると思いますがね、少なくとも意識していないと脳ダメージ化はなくなるが脳ダメージ化は残るぞ、とかの、作者のその時のさじ加減だけでどうとでもなるような中途半端なやり方にしておくのは、あなた程度の技量では扱いきれないので素直に諦めた方がいいよって感じです。下手なのに馬ぶっても滑稽なだけですよ。まだ下手なまま懸命に頑張っている方が、好感も持てるってものですね。少なくとも本作だけで見ると作者への好感度は、ゼロに等しいですからね。
作品もマイナスで作者面でも評価できないとなると、マジで褒めるべき部分がなくなりますからね。クソド素人が出版社のゴリ押しとともに、無理やりプロと偽った商品を出すなっていうナロー関連の闇の突っ込み話でもありますが、それでも作者の方が生きていなかったり頑張っている気配があれば応援はできるので、それが感じられない馬ぶっているだけのド素人さんの本作はノー賛美でフィニッシュです。総評ですが、釣るためだけにつけられたタイトル詐欺のブツだし馬ぶりたさそうでキモい、です。女性キャラ関連の無駄性的アピールとか唐突好感度上昇してますよアピールとかも、話自体のつまらなさが絡んでいるせいできつさ50倍増しですね。読者側にこそノーダメージかスキルが必要な作品だと言えるのではないでしょうか。でもまあ本作のノーダメージかは意識しないと衝撃は受けるし後で1日寝込んだりもするので、本作のきつさを打ち消すには不向きであると感じるところさんですね。というわけで今回レビューしました自称作品、絶対にダメージを受けないスキルをもらったので、冒険者として無双してみる、タイトル詐欺な上にクソつまらないですが一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。